はい、皆さんこんにちは。熊沢でございます。本日は、シネマティックを手に入れるための構図というところでお話をしていきたいと思います。結論から言うと、アイレベルとパースっていうものを意識すると、ぐっとね、シネマティックになっていくんじゃないかなっていう持論を僕は持っています。で今日はそれを解説するとともに、じゃあシネマティックのこう特徴っていうところも、おさらいしながら、お話を進めていきたいと思っております。まずこうシネマティックという言葉、日本語に訳せばですね、映画的であるとか、映画のような、映画みたいなというね、映画のような質感を持った映像のことをこう総称してシネマティックホニャララと呼んでるわけですね。この YouTube 上で言えばシネマティック Vlog であるとかシネマティック B ロールといったですね、必ずこう漢詞にシネマティックと、つくわけなんですけれども、そのシネマティックな映像を撮影し編集していく中で、例えばフレームレート、これを24フレームにしましょうであるとか、スローモーションを使ってみましょうですとか、あるいはジンバルを使ってみましょうとか、前ボケや背景ボケを活用してみましょうですとか、さらにはですね、こうレターボックスを追加して上下に帯を加えることによってより横長なアスペクト比で見せていきましょうというようなところで、他にもちょっとこう色味をねティールオレンジにしていきましょうみたいな感じだったりとか、ちょっとシャドウを持ち上げてシャドウがフェードかかってるようにしてみましょうとか、いろんな tips がこういろんな動画であったり、ブログであったりインターネット上にあると思います。で僕はどれも、正しいと思っていますし、僕もね、適材適所で、今挙げたようなところは活用しています。で特に僕の場合はミュージックビデオを撮影する場合ですね、24フレーム、これマストになってきてます。はい。それからアスペクト比でいうところで言うと、今画面でご覧いただいているのがですね17対9なんですけれども、17対9ないしは16対9っていうところが鉄板かなと思ってます。それ以外にスローモーションを使おうみたいなところも、僕は必要性を感じた時にスローモーションを使いますし、ジンバルも必要な時に、使っています。ちょっと今ね見てもらってる映像は僕がハンドヘルドで GH6 を演者に向けて振ってるところなんですけれども、ハンドヘルドもすればフィックスもしますし、ジンバルを使ったドリーとかジブとか、フォローショットであったりとかっていうのは使っていきます。で、シネマティック構図っていうと、いろんなことがね、言われてると思うんです。例えば3分割法を活用してみましょうとか、日の丸構図を活用してみましょうとか、なんでしょうね。いわゆる構図を作る上で、一般的に言われてる、S 字構図とか、リーディングラインを、とか、いっぱい言われてると思うんです。ただ、その構図っていうのはあくまで、なんでしょうね。その構図、画面の中で見せたいものを、より強調させて見せるためのものだと思ってるので、その S 字とか、3分割とか、そういったのは僕はあんまり関係ないと思ってます。シネマティックにおいては。もちろん特徴とか、よく使われるものっていうのはあると思うんですけれども、僕はですね、アイレベルとパースの方が非常に重要だと思っています。で、このアイレベルとパースを、理解して使い分けていくことで、そのカットが客観的に見えるか主観的に見えるかっていうところをコントロールできるんじゃないかなと、体感的に抱いているんですね。で、早速、今、ファイナルカットプロの画面を、ずっとご覧いただいているかと思うんですけれども、何個か、準備しました。カットを。なので、ちょっとそれをもとに、お話をしていきたいと思います。で、突然なんですけど、今映ってるこのカット。皆さんには主観的に見えますか？それとも、客観的に見えますか？いかがでしょう？これ実際に、撮影しているのはもちろん僕ではありません。画面の左手、ここに映ってるのが僕です。画面が映っちゃったね。はい。ここに映ってるのが僕です。で、これが前の緑のお二人。これはね、メイキング用に撮影された映像で、このカメラ、撮影しているカメラも GH6 なんですけれども、彩の国から服部というですね、僕のお友達で、もう十数年来のお友達なんですけれども、彼にね、GH6 いいカメラだから買いなよって言って、一眼初心者のですね、その彩の国から服部くんに無理やり買わせた、そのカメラで、シュートしてもらってるんですけれども、僕はこれかなり主観的に見えています、このカットは。はい、じゃあ次、このカットどうですか？客観的に見えますか？主観的に見えますか？いかがですか？じゃあ次、これですね。これはこっちの男の子が、ヒップホップアーティストのウェルカ君なんですけれども、ウェルカ君の「ブルーライン」というねミュージックビデオの撮影の中から一コマ、選んでみました。これ客観的に見えます？主観的に見えます？いかがですか？次、はい、これちょっとダメですね。これですね。これは、ウェルカというさっきの、ヒップホップアーティストと、このね、この彼。この二人のサイバーキットっていうね、ヒップホップクルーがあるんですけれども、そのクルーの楽曲、セルメロディという楽曲の、一コマを持ってきたんですけれども、これは皆さんどうですか？客観的に見えますか？主観的に見えますか？で、次こちら。はい。もうなんかちょっといい感じのとこがあればいいんですけどね。あ、この辺でいっか。これは、塚田海音くんと、アズケールくんの、フィーチャリング楽曲ですね。君は太陽という楽曲の一コマで結局使わなかったものなんですけれども、まあ、電車内でのシーンですね。これは客観的に見えますか？主観的に見えますか？いかがですか？で、最後、さっきからチロチロ映ってますけれども、同じく君は太陽の楽曲の中で、実際に使ったですね、カットですね。一応この子もシンガーなんですけれども、一応キャストとして出てくれた子ですね。はい。まあこれでもいいんですけど、ちょっと進めて。ちょっと進めてみましょうか。この子はね、一応名前は CCN ちゃん、ここねちゃんなんですけれども、はい。これは客観的に見えますか？主観的に見えますか？まあ、何カットか、合計6カットですか？6カット見ていただいたんですけれども、どうでしょう？客観と主観。皆さんの印象なんですけれども、いかがですかね？で、まあちょっと考えてもらいつつ、構図っていうのは、そもそも、どんな要素で構成されているかと言いますと、まず、画角ですね。画角が一つ構成する要素になっています。そして、カメラのポジション。これもすごく重要になってきます。で、カメラのアングル。これも非常に重要になってきます。で、もう一個、あって、言おうと思ってたんだけど忘れちゃったんだよな。画角があって、ポジションがあって、アングルがあって、そう。で、サイズ。サイズがあります。はい。まあ、これ今バストアップですよね。このカットはバストアップですし、まあ、これは座ってますけど、ほぼまあ、フルフィギュアのようなものですよ。まあ、ロングなサイズですよね。で、これは割とアップめなサイズになってくると思います。で、これも、まあ、ロングな、まあ、ミドルと言ってもいいのかなっていう感じですけど、まあ、ミドルかロングな絵って感じです。で、これは、アップな絵ですよね。はい。なので、この被写体のサイズ感っていうのが、一つ構図を作る上で重要になってくる。で、画角というものがある。これおそらく、まあ、85ミリくらいだと思います。確か。このカットに関しては。85ミリくらい。で、多分これも中望遠です。これも中望遠で撮ってます。で、これ多分標準画角ですね。ちょっと遅いですけど、これ標準画角だと思います。背景のつまり、もうちょっと広いか。30mm 近辺かな。もうちょっと広いですよね、多分ね。60度ぐらいはあるのかなと。いやー、まあ50、ちょっとわかんないですけど、50ぐらいあるかもしれないですね。はい。で、このカットに関しては多分30ミリ、34、5ミリくらいの準広角ぐらいの広さを持ってると思います。みたいな感じで、画角っていうものも構図を構成する上で非常に重要だと思います。はい。で、それ以外にカメラのポジションとアングルっていうものが、存在して、それをこう駆使することによって、いろんな、構図を切っていくんだと思うんですね。でですね、最初にも言った通り、アイレベルとパースっていうものを意識して、撮影をすることによって客観と主観っていうのを、切り分けて使い分けることができるんじゃないかなっていうのを、最近ですね、僕が撮影で感覚的にやってるものをようやく言語化することに成功しました。はい。ちょっとお伝えしていきますね。ちょっと散漫になってしまうかもしれないんですけれども、まあちょっとお話ししていきますね。最初僕これ客観的って言ったと思うんです。ああ、これ主観的って言ったと思うんです。で、これなんで主観的になってるように僕は感じてるのか。それから、なぜ僕はこのカットを客観的に感じて作ってるかっていう話なんですね。はい。行きましょうか。ね。そもそも、アイレベルという言葉があります。はい。これは、カメラマンにおいては自分の目の高さですね。はい。まあ、俗に、直立して目の高さで撮ったものっていうのが俗にアイレベルと言われてます。はい。で、これはあくまでポジションの話なので角度を含まない言葉ですね。なので、僕身長173センチぐらいあるんですけれども、まあ、目から頭まで、まあ、10センチ以上はあるので、まあ、おおむね165センチぐらい、地上から165センチないし、まあ、170センチぐらいのあたりにカメラがあるはずなんです。僕のアイレベルで言えば。直立っていう意味合いでね。でも、それって180センチの人でも、150センチの人にもアイレベルって存在するじゃないですか。で、実際に必要なのは画面の中のアイレベルなんですよ。はい。で、じゃあ、この画面の中でのアイレベルって、カメラの場合どこにあるのっていう話なんですけど、ちょっとね、水平線を出しますね。この真ん中の線です。水平に伸びてる真ん中の線。これが、カメラにおけるアイレベルです。はい。これがカメラにおけるアイレベルなんですよ。自分たちが一般的にアイレベルという言葉を、例えばどっかの現場でアイレベルで撮ってって言われたりとか、あるいはその、アイレベルにしてとか言われた時には、基本的には、カメラマンが直立して、目の高さで撮る。自分の目の高さ、撮影者の目の高さで撮るっていうのが一般的にアイレベルなんですけれども、このアイレベルというのは、カメラマン、撮影者の目の高さっていう意味合いを持ちながら、僕はですよ。これは、明確に正確にどこかの、なんか、例えば、なんか撮影辞典みたいな、撮影用語辞典みたいなところでは解説されてない可能性が高いんですけれども、僕にとっては画面の中が重要なんですよ。うん。で、このアイレベル以下によって、要は、カメラの後軸から地面までの高さによって、主観か客観かっていうのがものすごく、決まってくると僕は思ってます。はい。実際に、この映像なんですけれども、ですね、どこにあるかな?どっかでね、これ準備し忘れちゃったんだよな。まあいっか。ちょっとパスしましょう。ちょっと今の話はパスして。これ実際ね、僕のアイレベルではないんですね。結論から言うと。三脚を立てて撮影しているフィックスショットなんですけれども、僕のアイレベルではないんです。で、物がフラットに見える位置に高さを持ってきてるんです。はい。で、このアイレベルって真ん中に今、もうカメラの場合は絶対固定なんです。絶対固定なんです、アイレベルっていうのは。残念ながら。絵の場合は、アイレベルを上の方に設定したり、下の方に設定したりできるんですけど、カメラの場合は無理なんですよ。アイレベルはもう絶対真ん中に来ちゃうんですね。なので、純粋に地面からの高さによってアイレベルをコントロールすることになるんですけれども、で、これ水平を維持しています。水平アングルです。で、パースっていう言葉もどうしても出てきてしまうんですね。はい。パースっていうのは、勘違いされがちなんですけれども、広角に行くとパースがついて、中望遠になると背景が詰まるって言われてるんですけども、どんな画角でもパースは存在します。広角域になるにつれて、より顕著になるだけであって、広角だろうが望遠だろうが必ずパースは存在します。はい。で、パースっていうと、ついつい水平の広がりのことを言いがちかなと思います。例えばこのカット。はい。非常にですね、この画面の右奥に行くにつれて、まあ道がすぼまっていきますね。うん。で、この道って実際そんなに、この奥と手前で道幅変わんないんですよ。あるいは、この、椅子。椅子も、まあパースがついてますね。はい。みたいな感じで、まあ、パースって必ずついてしまうんですね。うん。で、これは特に、まあ、角度をつけているのでパースが出やすい。かつ、準広角域を使っているのでパースがつきやすいっていう、パースがよりきつくなる傾向にあるんですけれども、この水平方向だけではなくて、パースっていうのは垂直方向にも出るんですよ。なので、このアイレベル近辺のところは非常にフラットに撮れるんですけれども、この上にもパースが本来つくし、下にもパースがつくんですね。で、これが、まあ、標準域以降になってくると、どんどん、その、曖昧になってくるというか、物が詰まってくるので、パースが見えづらくなってくるんです。で、広角になるとより顕著になっていくんですね。っていうことで、今言ったように、ただ、水平の方向に対してだけパースがつくのであれば、まあ純粋に望遠域を使ってパース消すというか曖昧にしていけば解決する話なんですけど、垂直方向にもパースが出てくるっていう部分がどうしてもあるので、このアイレベルの設定によって、アイレベルをどこに置くかによって、物をフラットに見せるか、肉眼で見た時と同じようなパースをつけるかっていうコントロールができるんですよ。それがこれ。顕著なのがこれです。これ。はい。これ、まあ、実際、この拳って、まあ言うてなんですけれども、これ感覚の話なんですよ。感覚の話なんですけども、これは大体自分の中で電車の椅子に座って、隣に座ってるこの塚田海員くんと、まあ、CCN ちゃんの、手元を撮ってるわけなんですけれども、まあ、画面で見たらわかる通り、これ、ハイアングルですよね。確実に。これハイアングルなんですよ。うん。で、これは僕は主観を狙ったんです。はい。アイレベルで撮ってハイアングルにすることによって人間が目線をやるときにそういう風に見るなって思うからそういう風にしたんです。はい。で、これはまあ服部くんが撮ったものなので意図してるものとは思わないんですけれども、これは確実に主観的なショットですよね。客観的には見えないですよね。よそよそしくないですよね。これも、パースがついてます。ちょっとハイアングルですね。アイレベルからハイアングル。撮影者のアイレベルで撮って、ちょっと下に振ってるような見え方がしませんか？僕にはそう感じるんですね。はい。それに対して、まあ、こういったカットっていうのは、非常になんか物がフラットに見えません？これは中望遠で撮ってるので、まあ、背景も詰まってくるし、なんかこうパースが見て撮れるものが少ないじゃないですか。背景もしっかりぼかしてるし。でもパースは存在してるんですよね。うん。中望遠なんで見て撮りづらいけど。で、なんか物がフラットに見えません？これもそうっすね。これも実際パースはついてるわけじゃないですか。まあ道に対して角度つけて撮ってるので、まあ道が画面の下手の方にどんどん行くわけですよ。で、これ中望遠で撮ってるから車の大きさも手前と奥であんまり大きさ変わんないじゃないですか。だけれどもパースは存在していて、なんかフラットに見えません？ひいてはこれ地平線水平線とほぼアイレベルが一緒っていう感じになってますよね。これも僕角度つけずに撮ってます。水平レベルでアイレベルを取って、まあ、物がフラットに見えるように取ってます。これは客観的にしたかったからですね。はい。でですよ。ようやく、さらに結論に迫っていくんですけれども、これ僕の、見解で、僕が感覚的にやっていることを、ようやくこう言語化して皆さんにお伝えできるなと思ったので、動画を撮ってるわけなんですけれども、シネマティックを追い求めるなら、この、フラットな絵を求めていくと、よりシネマティックに近づくんじゃないかなって僕思ったんです。はい。要は客観的な絵っていうのを、目指していくと、かなりこうシネマティックっていう言葉にぐっと近づくんじゃないかなって思ったんですよね。うん。もちろんね、こういう主観的なカット。こういうカットですとか、まあこれはちょっとかなりドキュメンタリー状況説明的な絵なのでちょっと難しいんですけど、こう割と被写体にはぐっと寄ってて、まあ、ボケもできてて、まあ、これシネマティックって言えると思うんです。ちょっとクロップしてみましょうか。上下簡単にじゃあ50ぐらい、もっと250ぐらいにして250ぐらいするじゃないですか。これかなりシネマティックですよね。シネマティックな感じしますよね。まあ別になくてもかなりシネマティック。まあシャドウがちょっと浮いてたりとか、絵の方向性がサクッとちょっとグレーディングしたんですけど、まあ、絵の方向性がまあシネマティックな感じするんでそう見えると思うんですけど、こうグッと寄ってて角度をつけててもシネマティックですよね。でもこれってかなり主観的なカットだと思うんです。で、これに対して、こう、客観的なカットが存在しているというところがあって、このバランス感が、シネマティックな映像によりぐっと近づけるか、24個まで撮ったし、なんかレタボで、明日日も横長に見えるようにしたし、スローモーションも使って見てるし、カラーグレーディングもこだわって見てるし、そうだな、あとなんだろうな、まあ、ジンバルも使って見てるのに、どうも世間的に有名なね、シネマティック Vlog の名手の皆さんたちとはちょっと違う感じになっちゃうなって悩まれてる方、ぜひこういったですね、フラットな絵っていうのを目指してみてください。要は限りなくパースを消すっていう努力をしてみるってことですね。うん。ついついカメラを、自分が直立した状態で、自分の目の高さで撮ってしまっている皆さん。コツはですね、ラインが鳴りましたけど、コツは、背景とかではなくて、被写体の大体真ん中辺にアイレベルが来るようにするとうまくいきやすいです。はい。要は必ずカメラの真ん中にアイレベルは来てしまうんですね。はい。なので、こういうアップなサイズで撮るときに、まあ大体バストアップよりかちょっと引いてるくらいですけれども、まあ大体真ん中って首から肩くらいなんですよね。このサイズで撮ろうと思ったら。なので、この被写体の真ん中辺に、カメラの水平線を持ってってくださいと。で、それを角度をつけずに、水平を保ってくださいっていうことです。だから水準器使ってみようぜっていうことにもつながってくるということですね。で、これはアップなんで、まあ、大体首から肩ぐらいのあたりに、アイレベルが来ると、まあ、フラットに捉えられるんじゃないかなと思ってこういう風に撮ってるんですけれども、こういう場合、どうでしょう。真ん中が難しいですよね。はい。非常に真ん中が難しいと思うんです。こういう時はね、立った時、こういうちょっとロングめな絵、ミドルからロングにかけてのサイズ感の絵の時は、だいたい人間が被写体の場合は、まあ、腰あたりに、まあ、画面の中央、水平、アイレベルが来るようにすると、割と物事をフラットに捉えられるような気がしています。はい。で、必ずしもこのアイレベルが、水平線や消失点と一致するとは限らないので、そこは気をつけてほしいですね。この絵なんかもそうで、まあこれって2人とも高さの違うところに座ってるわけなんですけども、まあおおむね画面のまあ上下左右というか、特に垂直方向を見た時に、おおむね捉えたいものの真ん中ら辺にアイレベルが来るようにすると、ものをフラットに捉えられるんじゃないかなと思っています。なので、まあ、チルトであったりバリアングルっていうものが、今の一眼カメラのモニターっていうのは積極的に使っていけるじゃないですか。一眼レフの頃に比べると、かなり、もうスタンダードになってきてると思うんですね。なので、状況によっては撮影者のウエストレベルくらい低くなることがあります。これ今熊沢撮影してますけれども、これよくカメラ見てもらえば分かるんですけど、まあ自分のアイレベルではないですよね。自分のアイレベルではなくて、しかもカメラを若干ローアングルにしてるんですよ。カメラを上に振ってるんですね。だからこれは割と主観的な絵を狙いたかったんだと思います。カメラを、アングルつけて、角度つけるからといって必ず主観になるものではないんですけれども、物をフラットに捉える方が、物がフラットになればなるほど、物の形がね、フラットになればなるほど、かなり客観的に近づいていくと思ってるので、僕は。これがね、重要なんじゃないかなっていうね、風に感じてます、僕は。うん、ちょっとあんまりいい例がもしかしたらなかったかもしれないんですけども、今日皆さんにお伝えしたかったのは、三分割法とか日の丸構図とか額縁構図とかリーディングラインを意識しましょうとか、そういうそのシネマティック構図みたいによく言われているものももちろん重要です。構図を整理していく中でどこに視線誘導をしていこうかとか、何をどういうふうに際立たせようかとか、背景と主題のこう対比みたいなところで、際立たせようっていうところで、こう美しい構図取りっていうのはおおむねその言われてるようななんちゃら構図とかなんちゃら法っていうところに当てはまることが多いんですけれども、それ以前にこのアイレベル、そしてパースペクティブ、まあ遠近感ですね。これをまず意識することの方が、まあ、僕は重要なんじゃないかなと、思ったわけです。はい。なのでカメラを手持ちで構える時も、ジンバルに乗っけて構える時も、常に自分の目の高さにカメラのモニターですとかファインダーを構えるんではなくて、画面の中に映っているものに対してカメラのアイレベルをどこに取るかっていうのを意識すると、その客観的な絵っていうのと主観的な絵っていうのを、切り分けて使い分けて、そして物をフラットに捉えていくことによって非常にシネマティックなこう構図を作っていくベースの部分っていうのが仕上がっていくんじゃないかなという、お話でございました。はい。ぜひ参考になった方、高評価、そしてチャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。そして Twitter と Instagram もやっておりますので、ぜひフォローしていただけたら嬉しいなと思っております。それではですね、また、こういったね、なんかこう撮影に関するお話をダラダラ喋ったりとか、していきたいなと思ってますので、今後ともごひいきにしていただけたら嬉しいでございます。はい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。熊沢でした。